頬に冷たいものを感じて空を見上げると、雪だった。おお、なんとロマンチックじゃないか。キョカちゃんの顔を見ると、いない。ああ、もうやっぱ怖いな、なんか。え？幽霊？どうやらまだ赤い人影。赤い人影なんて見たらもう、怖いわ。まさか幽霊なんて。キョカちゃんはかなり真剣な顔をしている。意外と怖がりなんだ。幽霊にしては意味なさすぎない？僕は言った。うん、確かにそうだね。怖がらせたりするのはもっと積極的に。もう実際お化けってね、よく聞く話だと本当、もう本当見えるだけで何もしてこないっていうね。そう、チラッと姿見せて消えるっていうのが基本的に多いみたいだけど。そうそう。ああ、怖い、びっくりしたな、もう。とか言って、後ろに先生何もいない。お、いいね。いや、引っかかった。笑いながら逃げると、頬を膨らませた京香ちゃんが追いかけてくる。おい、まるで恋人同士みたいじゃないか。いい感じだな。ずっとこのままがいいな。あ、うねどり様ね。おやしろ様みたいだね。と思ったのもつかの間。あれ、雪が半端ない勢いになってきた。寒っ。これはもう吹雪だよ。前が見えない。目の前にいる京香ちゃんの姿が、みるみるうちに早く戻らないと。え、マジで ?360 度雪で方向もよくわからない。マジで遭難しそうだ。うん、早く戻ろう。確かに雰囲気はもったいないけど、死んだら元も子もない。全身雪まみれになりながら戻ってくると扉の前に一人の男が佇んでいた。黒のトレンチコートを身にまとい、降りかかる雪を気にする様子もなく、ただじっと虚空を眺めている。顔はサングラスとマスクで覆われているため、全く表情がわからない。いかにも怪しげ。どちら様でしょうか。うん、男はびくりと肩のあたりを震わせ、慌てた様子で入り口の扉に手をかけた。怪しいな。僕たちから逃げるようにペンション内へと入っていく。京香ちゃんは後を追いかけ、誇張を強めた。私、このペンションのオーナー代理です。どのようなご用でしょう。1名で予約した。うん、でもさっき10名って、もう10人いるんだもんね。聞き取れない。予約？今晩宿泊されるお客様ですか。音がっくりとうなずく。釈然としない表情で僕の方を見た。そりゃそうだよ。いいね。お客さんは全部で10名だってオーナーさんから聞いたんだけど。10名分揃ってたもんね。まあ、あのいい加減な感じってさっき言ってたぐらいなら、まあ、勘違いもあるとは思うけど。大声でうかいさんを呼んだが返答はない。事務室のドアはなぜか施錠されて動かなかった。ん？本当だよ。どういうことだ。まあ、見るからにマスクもしてるっぽいな、これ。まあね。歩いてきたのかな。まあこんな寒い中追い出すわけにもいかないし。とりあえず空いてる部屋にお通しして、後でオーナーに確認を取ってみたら。部屋が空いてないんじゃない。でも客室は8つしかないんだけど。ほら、雪乃ちゃんを部屋まで案内した時、2階にある客室の数を数えてみたの。部屋は全部で8つ、空いている客室はないんだってば。だってば。あれ、あ、でもそっか、あの看護学生と
あの龍之介さんたちが二人一部屋だからか。見やる。食堂、事務室、備品庫、洗面所にトイレ、ラウンジ。客室は見当たらない。まあそうだよね。仕方がない、私の部屋を使ってもらうしかないか。え？男はルームキーを受け取ると例の言葉も述べず、大きな荷物を持って廊下を進んでいった。でもそうするとどこ行くの、京香ちゃん。いや本当いい子だな。なんだ、僕の部屋に来なよっていいな。うん、胸取り様は偉大だよ。だからそう見捨ててはないから、このチャンスをさ。そう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 、よくわかってる。ハイブやってはどうかな、だと他のあの池谷さんの方に行く可能性が。僕の部屋に来な。じゃあ僕の部屋来れば。おお、よかった。これで気持ち悪く言っちゃうとね、なんか気持ち悪いからね。いいよいいよ。はい、もうはい、もうぜひぜひ。いいのってもちろん、むしろ京香ちゃんいいのって、なんかこう聞くとなんかね、主人公なんか横島な感じが。おお、ありがとう海斗君、助かる。おいいね、なんかすごい。こういう子はねモテるんですよ。え、いや、あのラウンジでとかじゃなくてさ風邪ひかない。あ、でも暖炉があるから大丈夫かな。そういうことか。そりゃないよ。え、いや、あの、いや、まあそうなんだけどさ、いや、さっき盛り上がんなかったしさ。いや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 って言っちゃったよ。うん、実証済みだから。別の声がすぐそばで聞こえた。あの誰だ。あ、雪乃ちゃん。いや、そんな具合悪いのは無理じゃなくていいよ。消えりそうな声で雪乃ちゃんが言う。よく見れば顔で良くない。前髪も少し湿っている。額に手を当てた。熱はないみたい。はあ、まあね、冷えも良くないって言うしね。あ、そうだ、いいこと思いついた。あ、雪乃ちゃんと京香ちゃん相部屋、確かに。それならあのね、あの人形好きも大丈夫そうだし。二人同時に返事する。キャラが被っちゃうよって。二人ともショートヘアだからね。そう、部屋が足りないからさ。うん、京香ちゃんが言われてみればというような顔をした。確かに。そう、それはね、池谷さんと京香ちゃんが相部屋っていうのはもう絶対避けなきゃいけない事態だからねかなり強めに主張した。お、お、雪乃ちゃん。だって、お、よしよしよし。
狭くなっちゃうけど、まあベッドさっき2つあったもんね。とりあえずお部屋へどうぞ。なんか不自然だな、2人だと狭くなっちゃうけどいい？とりあえずお部屋へどうぞ。うん、普通だったらいや全然とかね、なんで困ってんだろうね。3人で2階に上がり、京花ちゃんたちは200、208号室へ入っていった。その後ろ姿を見届けて僕は自分の部屋へ戻る。外は相変わらずの大雪で何も見えない。このまま降り続いたら明日には相当積もりそうだ。バイトの時間までに帰れるだろうか。明日バイトあんだ。少し不安になる。ああ、そっか、夜の皿洗いとかしてたもんね。まあ夜までに帰れるかってことか、雪のせいで。うん。ふんふんふん。ノックの音が響いた。誰だ？カイトくんいる？ああ、京花ちゃんかな。だね。はいはい、いますいます。どうぞどうぞ。2回ずつ行ったね。大事なことなので2回ずつ言いましたって。中へ入るよう促すと、彼女は特にためらう様子もなくベッドに腰を下ろした。おお？これはもしかして脈ありなのでは？おお。そうそう、そこを話そうよ、もっと。うつむき加減に彼女は言った。照れているようにも見える。雑誌の取材も確かにね、なんかバリバリ働いてるイメージがあるね。かっこいい。本当は文芸誌が良かった。キョカちゃんそう言って僕を見上げた。頬が赤い。暖房が効きすぎているのか、それとも。このペンションを、取り上げるってそういうことか。雑誌でね。緊張しちゃってんだね。かわいい。ダメだ、一つの部屋に二人きりでいると思うと、どうも変に意識してしまう。あ、おねどり様の取材。あ、おねどり様なんだ。いやまあ知ってるってことにしとこうか。まあ知ってるしね、ちょっと。もちろん虚勢を張った。有名なんですね、結構。ああ、まあテレビね、やっぱこういうののテレビの効果は絶大だよね。なんて、本当はそんなこと全く知らないんだけど。まあでも言ったからね。よく知ってるね。女の子の間でやっと広まり始めたぐらい。あ、結構、そんなに言うほど有名じゃないのか、まだ。まあね。お参りしたよ。あ、これは間違ってない。ということは好きな人いるんだ。え？お？京花ちゃんは上目遣いで顔を近づけてきた。クリクリっとした目が好奇心に輝いている。あ、でもこれなんか嬉しそうにしてるってことは、あれ？いや、そういうわけじゃないよ。じゃあなんで言ったの？ぐいぐい来るな。有名だからさ、一応観光として。顔を遠ざけると下を向いて軽くため息をついた。うん、私ね、今回の議事を任されたの。来月号のランラントラベルでパースポットね。最近ね、パースポットだなんだっつって。でもなんか人が来ることによってそのパワーが乱れる的なのも聞いたことあるけど、どうなんだろうね。あ、党の出身なんだ。言ってたっけ？あ、なんか言ってたような。あ、言ってない、言ってないよね。すごいじゃない。はぁはぁはぁ。
なんか爽やかっぽいキャラ。じゃあチャンスだね。足りないのかな、私だけじゃ不安だから編集長くっついてきて。いや、ルカは好きな、あ、ルカじゃない、編集池谷は好きなんだよきっと。京香ちゃんは窓の外を見た。この天候じゃ明日は取材にならないかも。ものすごく気合を入れてきたのにな。深く長いため息をついた。うまくいかない、ずっと撮影ばっか、取材先は大雪。まあ、最初入って数年はそういうことばっかだよ。特にそうそう、やりたい仕事やってるだけね、ほんと幸せだと思いなさい。何様だよ俺。そうだよ、でも海斗くんも小説書いてるとかかっこいいよね。目を見開き京香ちゃんを凝視する。でもそうだね、なんで知ってんの。もう一回も行ったことないのに。え、暇さえあればモバイル PC に長文を落ち込んでたくせに。実を言うと何度かこっそり中身を読んじゃったこともあった。おう、もうなんかすごいいい話。上京したての内気な少年が、あ、青年が酔っ払いのオカマを助けて、そこから新宿の夜の女王になっていく。え、どこの、ちょっと待てよ。上京したての内気な青年が酔っ払いのオカマを助けて、そこから新宿の夜の女王になっていく。青年が女王になるの。あ、新宿お姉も、あ、お姉に目覚めるのか。はいはい。あ、読まれてたんだ。へえ。恥ずかしい。一応はね。あ、パソコンごと盗まれ、これはきついね。せっかく書いたのに。うん、やる気もなくなるよ。首を横に振った。同じ作品は二度と書けない。まあ、確かにね、それはあると思う。7つの長編小説を書いたが、どれも僕の前から消え去った。あ、リアルに消え去ったのこれ。落ちたとかじゃなくて、電車に置き忘れ、パソコンを盗まれ、故障でデータが消え、先に出版。本当だね、それはなんかありそうだね。確かに。まあね、そういう細かいところをいっぱい取ってくるとすごいなんか信憑性あるんじゃないかって思ったりするけどね。いやいや、書く力ないなってそんなこと言っちゃいけないよ。ふんふん、お互い取材できてるんですね。まあ、どっちもネガティブだけど、まあ運がないのかな、そういうね。書いても書いても原稿なくなんだもん。もうやめろって言ってんだよ。海斗くんってすごく運がいいじゃない。どこが。そのことなんかあったか。大学だって補欠合格。なんかあんまいいあれじゃないけど、確かに。でも補欠合格ってね、そう、辞退者がいないと入れなくてとかあるんだよね。ほうほう。ごと、まあ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 。ボールペンかよ。ごとでボールペン、まあ、商店街だとそういうもんかな。あれ書きやすい。あ、でもいい、いいボールペンなんだね。はいはいはい。芝を抜いたら乳歯だったから永久歯が生えてきてラッキー。
大学でまだ入試生えてる人とかっていんのかな。大体みんな幼稚園で抜けるよね。そうそう、弱音を吐くのは良くない。この場の話しか読んだことないけど、そうだよね。でも小説とかなら雑誌って場合によってはね、毎週書かせてもらったり、連載とかも。お、これは超ついてる。久々に好きな女の子に会って、こういう仕事の方も、あー、断っちゃった。嫉妬心であることは十分すぎるほどに。あー、まあね、まあ、今ライバル的な人だからね。しかしこの気持ちだけはどうにもコントロールできない。夢のミキ、あ、なんか有名な人なのかな、こっちの世界では。諦めたらそこでおしまい。頑張らなきゃ。あれ、なんか、ん？音楽止まった。夢のミキは5年前に SF 歴史小説を書いてデビューした覆面作家。知る人ぞ知るマニアックな存在だったが、白道が大ヒット、一躍時の人。ほうほうほう。すれ違う男女の機微を軽妙な、もう分かんない描いた物語で、お金と拳銃が重要なキーワード。あ、まあだからこのタイトルも。100円硬貨や拳銃の今銅とニッケルと合金が使われており、はあ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 、あ、なんかそういう共通のあれがあって、それがなんか関係するのかね。全日本ノベル大賞、すごそうだね。ああ、顔を見せないというポリシー。うんうん。僕にとってもこの作品の出会いは衝撃的だった。まさに目指している作風だったからね。ハリウッド映画のような派手で豪華で目の離せぬ展開。それでいて人物心理もしっかりと描かれている。しかも読み終わった後には人生観が一変する。そういう本あるよね。奇跡のような一冊。あ、僕の周りでは誰も読んでない。白道の最終章に右目の見えない女の子が登場する。全く触れられてないけど、あの子って主人公のごめん、私まだ読んでないんだ。やっぱこいつもかい。申し訳なさそうに首をすくめた。恋愛ものってどうも苦手で。あ、でちょっとここら辺で一回切ろっかな。じゃあね、また多分これパート4ぐらいまでだけど、プライムが喋ってました。また次回、バイバイ。